ホーコさん、こんにちは。今日はですね、この状況どうするってことなんですけど、ちょっと見てください。ピンに対してですね、後ろのこのラフが結構ね、きついというか、はい、ボールのある位置はフェアウェイなんだけど、まあこうダウンスイングでこのラフが引っかかっちゃう。まあこう後ろにラフがある状態だね。はい。で、まあこれどうするっていうことなんですけど、まあこれはなかなか難しくてですね、普通のラフのように打てないんですね。はい。で、何が違うのか、普通のラフの感じで打てばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、これちょっとまたこっち来て見てもらえる？これね、フェアウェイにあるから、はい、地面ぴったりくっついてるわけですよ。くっついてますね。で、ラフって浮くんですよ、多少。確かに沈んでる見えるけど下があるってことですね。下があるんですよね、結構。多分1センチぐらい浮いてるんですよ。これは浮いてないんですよ。はい。だから結構こう下にヘッドを入れていかないと、まあ、ちょっとトップしたりとかね、はい、しちゃうわけです。で、まあ、スピンかからないのは一緒なんですけど、まあ、打ち方がちょっと特殊かなという感じでやっていきたいと思います。はい。ここはピンまで約20ヤードって感じかな。10-10の。はい。で、少し上げないといけないじゃないですか。で、僕の打ち方、はい、一度打ってみます。塩クラブは58。います。完璧です。これすごくうまく出たね。はい。これ何意識したかっていうと、やっぱり下にこう入れていかないといけないから、フォローを少しこう止めたんだよね。ポンと止めてるイメージは確かにありました。これをスッとこう流して打とうとすると、ここが引っかかって地面に入っていかなくてトップしたりする時があるのね。はい。だから、イメージ的にはバックスイング大きくして、まあこうラフカーと一緒だから、はい、大きくするんだけど、フォローは止めてあげる。そうするとクラブヘッドは下に行くから、まあちょっとポコッと上がって、まあうまく打てるみたいな感じかな。はい。もう一度いきます。何回打っても完璧です。いい感じでね。はい。でさ、まあ、正直このラフとかだと今みたいに打ったらスカッてなりやすいわけですよ。はい。だから少しフォローを出してさ、乗せていかないといけないんだけど、これもちょっと打ってみますね。こうやって浮いてる分、こうちょっと乗せていかないと、まあ、距離感が出ないんだけど、この地面にある、このフェアウェイにあって後ろのラフが気になるときは、まあ、少しこうドンって打ち込んで終わりみたいな、はい、まあ、言ってもまあフォローこの辺まで出てたと思うんですけど、そのイメージを持つことがまあ大切かなと。でフェースもしっかり開いておかないと、まあ、フェースも少し開いてた方がいいね。じゃないとちょっとやっぱ突っかかってね、はい、左行っちゃうんで、あんまり開きすぎない方が、まあ、開きすぎるとまあ難しいよね。もっときついとこ行くとこの辺とかきついんだけど、はい、これとかはまちゃん見て、もっと終わってるよね。これはそうですね。まあ言ったらラフの中でもうすっぽり目玉になってるのと一緒だから、こうやって、はい、でこのこういうすっぽり沈んだ時にあんまりこうフォロー出さないじゃん。はい。こう沈んだ時は下に向かってこうやってヘッド強く入れていかないと入っていかない、はい、まあその感じだよね。ここでも一緒。あー、ちょっとこれはスカってなったね。だからちょっと今みたいにバックスイング小さいとまあ、飛ばなかったのかなって感じかな。じゃあやっぱバックスイングが大きく、うん、フォローしっかりしっかりというか、ちょっとこう流す感じではなくて、しっかりあのインパクトを強めにするっていう感じかな。あ、うん、そのイメージがない。そのイメージでもやっぱ結構それって、はい、フォロー大きくてインパクトしか飛んじゃうみたいな印象があるんですけど、うん、まあ、だからそれくらい打たないと逆に言うと飛ばない。これ飛ばないんですよね。だから要はもうラフの中ですっぽり沈んでる、もう地面までボールが行ってる感じだから、はい、もう飛ばないんですよ明らかに。だからもうボーのラフから打つような感じだから、まあそれよりはねもちろん優しいんだけど、はい、まあしっかり振らないと飛ばないから、まあ、これ一発目でパッてきて、うわどうしようみたいな感じになると難しいね。で、まあ、もう一つねやり方一応あるんだけど、はい、まだあるんですね。もうこれが上げなくていい状況だったら、まあ、フェースを開かない、ちょっと来てくれる、こっちにフェース開かないでちょっとかぶしといて、はい、まあ
転がしていく。まあ、やっぱりフェースが立ってる方がさ、まあ、やっぱりこう前に行く力強いわけだから、はい、出すとか出すっていうか乗せるとくだけだったらまあこれでもいいかなと思うね。こうやって。ああ、でもその代わりすごい転がって。転がる、まだ手前から転がせる状況だといいのかなっていう感じはしますけど。はい。今みたいに、まあ、ちょっと上げてね、はい、止めないといけない場合は開いてちょっとこうストンと落とすようなアプローチを覚えておくとまあいいのかなと。はい。思います。じゃあちょっと抹茶にもやってもらおうかな。わかりました。はい、では抹茶にもねやっていただきましょう。まあどうするっていうことなんですけど、どうする、まあ、はい、結構ね僕はもう説明しちゃいましたから、まあただね抹茶の状況の方がより難しい。でもありそうですね。ありそうだよね。これまあグリーン奥こぼれてきてはい、ぴったりくっつくみたいな感じなんだけど、はい、まあこっちの方がさ距離が近いからいや、まあ、あんまり振れないじゃないですか。振るとだって、まあ、まあこの先一応バンカーもあるんで。そうだね、そこも可能性としてはありますもんね。まあ、あんまり強くやるとね。はい、だこれをどうするのか、まあ、ちょっと見てみたいと思います。でもまあ僕、まあ、ワッホーさんが言った2パターン、うん、両方とも使えると思うんですよ、はい、しっかりフェース開いて球をふわっと上げて、うん、まあ、グリーンに直接キャリーさせて打つのか、はい、まあ、フェースをちょっとスクエアにして、もう本当に手前から行くのかね、手前からこの辺から転がしていくのか、うん、どっちも使えるとは思うんですけど、スピンはかからない状況ですね。もうね、スピンはかからない状況なので、まあ、転がりやすいとは思うので、うん、じゃあ僕はちょっとフェースをかぶして、うん、ちょっと転がすイメージで打っていきたいと思います。はい、こうしっかりこっち側につけてですね、埋めてね、はい、行きます。俺はうまいね。おお。まあちょっとくらい止まっちゃったけど、まあいいアプローチだったね。いい感じですね。うん、まあだからあんまりだからこういう時はやっぱりフォロー流さないっていうのがポイントだよね。確かに、もう本当になんか僕の今イメージなんですけど、うん、もう手首固定のなんかこう、うん、ヘッドだけで。ヘッドだけで、うん、ヘッドに仕事させた方が、はい、なんか寄るような感じはしましたね。これやっぱちょっとじゃあ上げるバージョンもよかったら。上げるの相当難しいですね。上げる、いきます。お願いします。うん、うまい。おー、まあ、グリーン周りからさあんなに振るのってちょっと勇気いるよね。いや、めちゃくちゃ勇気いりますね。正面からも撮りたいと思うんで。はい、お願いします。よし、壁にくっつけて、じゃあちょっと上げるバージョンですね。はい、この感じか。うん、うまい。ありがとうございます。そんなにくっつけない、逆にちょっとくっついてないぐらいだとまた難しいんじゃない。え、これぐらいですか。うん、これちょっと今ここなんで、うん、これでもそうですね、くっついてたらまあラフっぽくね。はい、もうあと1センチ離してみてよ。そう。あー、これ嫌ですね。嫌だよね。でもまあ絶対このラフのところかかるんで。そうだね。はい、これここに入れようとすると、そこに入れつつ失敗するよね。失敗するんで、いやー、これ嫌ですね。一番嫌かもしれないですね。あれ、さっきまで楽してたんですか。え、どういうことですか。いや、くっつけて。くっついちゃった方が楽っていうパターンもありますね。これもじゃあちょっと上げて、上げてか、いきます。あー、ちょっとよくいっちゃった。まあちょっと跳ねちゃったね。さっきまでの方が楽だったっすか、まっちゃん。ああ、そういうことですね。だからやっぱりちょっと離してるのも難しいよね。手前に草はあるけど、はい、ボールのところはないから加速しちゃうもんね。加速します。もうこれ新たな発見ですね。いや、僕分かってましたよ。あ、そうなんですね、はい、これぐらい離した方が、はい、逆に難しいんですね。これはもう転がしでいった方が楽そうですね、うん、最初からも。俺は相当難しいよね。うまい、ありがとうございます。うん、この下りっていうのは難しいよね。僕のさっきのよりはもう何倍もこっちの方が難しいから、はい、
難しいです、まあ、ちょっとねまっちゃんありときましたけどまあちょっと前の動画でねまっちゃんレパートリー少ないんじゃないのってあの動画、はい、あれあったんですよ。なんかの動画ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、自分で編集しててねあれねレパートリーがね少なかったすまっちゃんその面白かったのがあバンカーだ、はい、バンカーの動画であのレパートリーが少ないよねってコメント来てたねみたいな話をしたんだね、はい、でなんかいや持ってるんですよね出してないだけなんですよっつって持ってないじゃんと思ったのねまずでその後に、はい、バンカーからあの湿ったバンカーからちょっとスピンで止めるみたいな距離を出して止めるみたいな、はい、打ったら1球目飛ばなくて2球目はホームランして、はい、あ違うちょっとオーバーして3球目ホームランしたのね、はい、持ってないじゃんと思ってレパートリー少ないと思ってそうやって入れときましたごめんあのテロップレパートリーが少ないってレパートリー少ないの確定っつって確かになかったねあの時思ったらいや僕ないですよだからワフコーさん、うん僕をかばって、うん、抹茶はあるんですよって言ってくれたと思ったんですよいや俺はあると思ってたけど、はい、あ全然ないんだと思ってあの時気づきました、はい、遅いですね気づく遅いですねちょっと抹茶こういう時もだからどうするんですかねだからもう逆に言ったらやることが決まってるからスムーズなのかねうーん口とんがらしてる口とんがらしてますね本当にそれに気づけてないから今のこの実力なんでしょうね実力なんですかねどうするんですか、はい、これ本番来たら僕はもうこの状況だったら、うん、9割方転がしますあそうなんちょっと変わってじゃあ転がすんだこれ転がしますね転がした方がちょっと離したちょっと離したぐらいはい転がした方が簡単じゃないですかそうなんだあなりますねそんな変わってないでしょ前の手前なんだからそんなに変わってないでしょそんなに50センチぐらいでしょあそれでいいんだったら僕もあげますよレパートリー少ないんですかあ違うわまっちゃんレパートリー少ないって言ったらあれかもしんない言葉のすか言葉のいや僕そっちだと今思って あそうなの、はい、いや僕もそっちだと思ってたんですよあ違いますよゴルフの方ですゴルフのいやちょっとどっちか分かんなかったですねこれとかこれ転がすそういう感じで打ちますね転がすねでも上げるイメージはないですどちらかというとふわっといく感じはあんまりないこういうところはい難しいっすあ、ほんといやなんか食われ方がわからないというか練習してないんですいやそれ転がしも一緒じゃん食われ方わからないじゃん全部いやそれはもうあの動物的な勘でこうやって打つってことでしょはい動物的な勘でやれるじゃないですか。いや上げるのも動物的な感じ。レパートリー少ないっすね。いや上げるのは、うん、だからどう食われるか、どう地面に当たった時の、うん、どういうこう衝突するかがわからないじゃないですか。え？どういうこと？なんで分かってくんないですか。ちょっと。凡人の気持ちが分かんないわ俺には凡人の気持ちが分かんないですねアッコさんこれちょっとお前打ってみなよこれこれですかうんよしはいちょっともう一回言ってよ変でしたこういう感じですよね、うん、これはあんま難しくないですねう
まっちゃんさ、はい、ちょっと待ってくれよ。これは裁判ですよ。何ですか裁判。まっちゃん、いや、まっちゃんは動画用にいつも僕の意見に合わせるんですか。え、どういうことですか、どういうことですか。そういう、そういう癖はついてます。ちょちょちょ、貸して。いや、だから、はい、これさ、はい、あれ言ってたのかな。え、これ俺打つのさ、はい、こうやって止めますよねって言って、はい、抹茶もそういう感じで言わなかった。さっき言ってないか。まあ僕、まあ僕も止めてましたねって言いましたよ。ああそうか。でもさっきまではその素振りしてたよね、止めるような。はい。今え、止めてなかったですか。言ってました。僕の中で止めてます。え、ワッホさん、え、裁判じゃないですかこれもう。え、ワッホさん、え、まるっきり知りゃなれないっすよ。いやいや違うっすよ。え、いや、ワッホさん、何、ワッホさんの中で止めてる意識を、うん、持ってるって話ですよね。そう、これね、うん、え、まっちゃんは止めてるの。え、止めてたじゃないですか。え、え、見てなかったんすか。じゃあもう一回僕に打たしてください。ちょっと待ってよお前。もう一回あそこから打たしてください。お前さ、はい、素振り止めてる雰囲気最初からなかったよ一回も。え、アロハさんの、うん、素振りは、うん、最初振った時に、うん、やべ止める感じなかったなと思って。あ、思ったな、やっぱり思いました。で3回目ぐらいでちょっと止める雰囲気出したんですよ。そういうタイプの人間だ。いや、もう一回見ててください。止めるってここなんですね。僕だからここまで行ってるじゃんって話ですよね。いや、そこまでは行ってなかったかもしれないけど、はい、まあちょっと打ってみて。僕もう何も考えず行きますよ、うん、いつも通りで。出てますね、ヘッド。いや、だから出てるんですよ、ずっと。いや、だから、あ、分かりました。おかしいなと思ったんですよ。いや、分かりました。合わせてんなと思って、俺に。いや、今、うん、今のも別に、うん、僕の中の止めるで打ったんですよ、うん、打ったんですけど、僕と多分ワッホさんで、うん、ちょっとヘッドの多分使い方が多分、うん、違うのかもしれないです、うん、ただ僕、うん、基本的にちょっとこうなんで、うん、ショット全般的に、うん、こう来るじゃないですか多分、はい、止めようと思っても、はい、ヘッドが出ちゃうんですよね。ワッホさんは多分うまい感じ打つんでこれ多分。いや、まあ、そんなところで僕も止まってないんですけど、僕の中では僕ラフでラフだったら、うん、あれなんですけど。あれとか言っても。ちょっと待ってください。ライブだとこういう感じなんですよ、うん、じゃあ俺が問題視したのはね、うん、素振りから、まあ、打ったのはしょうがないじゃん。素振りからその意識が見えずに普通に素振りして普通に打ってったのが、あれ、これは動画用にいつもちょっとあれしてんのかなと思って。いや、僕の中では止めてましたよこうやって。そうなんですね。僕の中では止めてました。止めてました。はい、はい、で結果まあ寄ってます。寄ってます。いい、いいじゃないですか。最後じゃあ一球って終わりにしましょうか。はい、どうすんのこれは。これですか。どうすんの。これ止めて打ちます。止めて打つ。アコさんの理想の位置どこですか、ちなみに。理想の位置っていうか、はい、ちょっと待って、じゃあもう一回変わるわ、はい、その、はい、いや俺も別にこの辺まで来てるね。でもこうやって多分俺は最初素振りしてから打ったと思うんだよ。はい、一番最初そうでした。いや、いつもそうです。こうやってこういう感じかみたいな。
をして打ったと思うんだよね。はい。で、まあ、結果ちょっとこうバーンっていってこう来てるとは思うんだけど、俺が思ったのはまっちゃんはこの辺のなんかそのこういうのチェックせずに、あ、分かりました、手打ったような気がしたんだよね。あ、でこういう感じ、分かりました。何、僕無意識なんですけど、うん、僕普通の素振り一回するんですよ、うん、ここでまあ普通に、まあ、ラフから打つような感じですよね、はい、この素振りするじゃないですか、うん、でここでするんですよ、うん、あ、失敗するな、あ、まだダメだ、ここかみたいなのはあります、うん、ああね、そういうのはあります。 そっちのあれだったのね、多分ね、そっちはありますよく、ラフとかでも、うん、まあこうすっぽり、うん、埋まっちゃってます。これの方がうまくいくなみたいなチェックしながらね。そうですね。ここで普通に振るんですよ。うん、多分癖で。で、ああこれだともうすぐそこだったな。はい。ああこれだもうちょっとダメだな。うん、ああこれだったらうまくいくな。でなんか、その段階がね。段階があるかもしれないです。うん、それはあるかもしれない。それで多分わかんないですけど、うん、多分僕も曖昧ですけど、うん、さっきの動画、うん、僕が一発目打つ時の。うん、素振り多分3回とも多分ちょっと違うと思う。ちょっと違うんだね。ちょっと僕も定かではないですけど、でもそれを無意識にやってんだね。やってると思う。だから多分1回目と3回目は素振りが違うと思うんで、動画をもう一回巻き戻して見てもらいたいです。で寄ってると、寄ってるだから OK です。 OK、 じゃあ行きましょう最後。多分ですけどね、もう一回ちょっと動画を見直してほしいです。ということで物議を醸し出す動画になったとは思いますが、はい、まあこうやってまあでも結構こういろいろなんか、まあ、まあ言ったら要はねライをチェックするっていうわけで、まだ言い方どうなのか分かんないけど、はい、まあ、俺らこういう方がうまくいくのかなとかね、こういうのをまあ常にね手前で素振りして、まあ、あんまりボール近いところでやるとあれはちょっと離してやったりとかもまあするから、まあ、その辺はなんかまあね皆さんも参考にしてもらって、はい、まあ、やっていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、今日はこの寄りかかった時のね打ち方どうするっていう話だったんで、皆さん参考にしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。物議を醸し出すような動画でしたね、あっちゃん。いや、そんなことないです。そんなことないです。多分素振り違うと思います。違います。どう、はい、打ってください。いいですよ。これもこう振って、あーこれだとちょっとダメだな、あーこうか。ちなみにグリップもうニュルニュルですか。今日乾いてます。ちょっと僕のクラブでね打ってもらったんだよねって。ニュルニュルになってんの。いやなんかもう僕乾燥もう手荒れすごいんで、うん、赤切りとかできちゃうぐらい乾燥してるんで大丈夫ですよ。本当ですよ、和子さん信用してください。ニュルニュル。こんな感じですね。はい。はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。